西部源流部。近い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 。でも死んどく。西部すぐそこだからとりあえず死んでおくスタイル。よくやるよね。明らかに図書館に向かわない俺。セーブポイントすぐそこだから、セーブポイントすぐそこだから超無茶なプレイする、無茶なプレイするし、この視界取ることの方が重要だから。ブこのゲームで石とかほんと使わないよね。怖いか怖いか、怖くないみたいです。うん、隠れれる場所発見、いざという時は逃げるぜ。これあれか、上とつながってるだけだな。連続隠れる場所がないぞ。しかし巻いた。今ね星出てたんだよね。とりあえずスタミナ回復。ほらこれだ。えい、間に合わないのか。くそ、間に合わないのか。はい、でもね、ほら地図はできてるんだよ。なんだ正解かよ。え、ガバガバじゃね、超えれんの。なんだ正面からはいけませんっていう演出じゃねえの。普通に超えれちゃったんだけど、いいの。えいっ、おいっ、うおい、これ超えれちゃうの。判定失敗したのかな、設定。ゲームの当たり判定を設定する人が間違えたのかな。はい、メーグメーグ、逃げろー。光を当てると、あ、すごい光ってる。お金持ち。お、メモメモ。子供っぽい字で書かれている。山道の灯籠が4つ並んだ場所で鈴の音が聞こえたら絶対に動かないように。あ、覚えておきます。でもね、セーブポイントが近かったら動くよ俺。狛犬へのいたずらはやめてください。モノクロの写真も一緒に載ってる。狛犬の口が何か濡れて光っている。おい、下押した瞬間に死んだわ。まあ地図は更新されてるんでいいかな。ガバガバ当たり判定ね。最終的に図書館行くのは下の道が正しいのかな。コンビニ行くか今回は。おいっ、でここ戻ってきた。この上のアイテムが取れなかったな。回収しに行こう。なんだ今の。石じゃねえじゃん。何これ、虫かご。よくわからん。隠れる場所発見。あー、ガッチョンガッチョンいる。ここ画面端かな。お、アイテムある。
もう西武地点すぐそこだから脂肪を全く気にしないよ。でもあれだね、さっきのは呼んで隠れないと裏に回れなさそうだ。えい、行けなくなってる。端っこ端っこないね。カメラワーク死んでいくスタイル。この幼女勇気ありすぎだわ。とりあえずさっきのね、あい！お前もいるの。いけろー。草むら最高。目玉がある。あ、潰れた。なんで潰れるだけかよ。はい、これこれ。これが欲しかった。なんだ今の。何これ、これ見たらいいのかな。宝物ではない。使うものあった、あった。ゴミ袋、うん、頭からかぶると電気を消したみたいに真っ暗に。かぶるものじゃないね。ホタル、うん、使えるんだけど何に使うんだろうね。お、なんか出てた。自販機に10円玉入れる。何出てきた。よかった。無限に座れるのかと思った。え、ちょ、どういうこと。貝、ハマグリ。メモだ。ここは安全だよって書いてある。何をもって安全と思ったのか。無限に10円玉座れるのかなって。いや、出れないんですけど。あ、手のマーク出えへん。手のマーク出えへんで。なんか別の世界に引きずり込まれた感だよね。まあまあ走って帰りましょうか。お、押せる押せる。色が明らかに違うんだよ、押せるやつ。お、まだなんかある。メモだ。ずっとここにいてもいいよって書いてある。だが断る。わずか50円でずっと行っていいと。あー、すげえ足。襲われる。貝がパックリ開いちゃって。お、取り過ぎてる。アサリかな、ハマグリかな。メモだ。ここにいろって書いてある。だが断る。幼女はその程度の脅しに負けるわけはないのである。だって幼女だもん。行き止まりじゃねえかよ。どういうことなの。くっそ、ハマグリ食ってやるぞ。この上行けんのかな。おっと、まだ上があった。ここは田んぼ神社。また開いて、やめろというよ。結構ついてくんなこいつ。あ、やべ、積んだかも。来いよ来いよ。幼女ダッシュ。これ、あー、幼女ダッシュ。これが幼女ダッシュだ。
押せ、はまれ、はめろはめろはめろ、やったぜ。ふぅ、どうやら元の世界に戻ってこれたようだ。はてなってる。これだ、メモだ。何も書かれていない。何だったんだあの世界は。何にも進んでねえな。です。脇道に行ったけど何も進んでない。ちょっとお金減ったからね、金回収しないと。あいっ、まあ、本当に出るのやめろって、ビビるから。プチシザーマンはもういいか。おいっ、よし戻ってきた。とりあえずコンビニ行こう。いいさな、コンビニ行こうぜ。あの世界観まだコンビニないよね。お、隠れれるやつかこれ。24時間営業、安心する。カンカン蹴る。食らえ、食らわなかった。おっ、コンビニ行きます。まあ当然のごとく入れない。でもあれか、タモってないだけマシか、ヤンキーが。入らない。ナイスキック。おお、寄り道。トロフィーもらった。入らない。おー、アイテム10円10円。視界を取っていこう、視界を。お、虫がいる。うん、でなー、とりあえず地図を埋めていくスタイルよ。なんかある、石じゃねえか。OK かな、 OK だね。この田んぼと神社はこっちの橋から行くっぽいね。よし、あとは図書館に向かうとき。この辺からかな。よちょダッシュ。強いからね、あんまり細かいことは気にしないんだよ。はっはっ、アクションゲームに急になるな、やめろ。お、お金減ったからね、回収回収。紙飛行機。なんか Z の文字になってやがる。ここか。あのハマグリのイベントは起こす必要あったのかな。アイテムを回収、アイテム回収。紙飛行機じゃない、なんであいつ帰ってったんだ。なんか上から降ってきて潰れたよね。柔らか戦車か何かかな。全部いった全部いった、安心してこれで図書館に向かえる。図書館はやっぱあの鏡がボスだよな。どうやって倒すんだろうね。なんか4つの灯籠に囲まれたら絶対に動くな。今回関係あんのかな。よっと、そろそろセーブポイント。おっと、紙の切れ端3。誰かのメモみたい。どこを探しても見つからないって書いて。これ自分のメモじゃねえのか。探しても見つからないよ。もう帰って寝たい。あ、
嘘だ、どんどくぞ。ピザーマンいいんじゃねえかよ。直撃したわ。びっくりするな、直撃したわ。何この街。女性の声で飛び降り自殺しすぎじゃねえの。こけた。あえてこっちのルートから行く。あ、ここお金いっぱいあったとこじゃない。で、狛犬のとこね。またテレサがいるわ。直撃したわ今。あ、もうセーブポイントすぐそこじゃねえかよ。もう勘弁してくれよ。はい、お供え、お供え、供えもん。はい、セーブ完了。調律 500m って結構遠くね。 500m って結構あるよ。調律図書館だからここ町だね。ドッスンさん、あ、もうセーブ地点はそこなんで、あの、何も私に怖いものなんてないです。死にながら地図広めようとするね、アグレッシブ幼女だよ。お、狛犬、青狛犬だ。小さくくぼみがあるね。情報だけなんかしないの。石でも投げんのかい。袋かぶっちゃった。あれ、袋使ったらなくなっちゃった。もしかしてあれか、簡易段ボールみたいな使い方ができるのか。無駄に使っちゃったね。まあいっか、緊急回避用か、ね、スネークもね、段ボールを、いやいやいや、スネークは段ボール持ち歩いてるからいつでも使えるよ。残念ながらね、これは死んでも、い、潰れたね。ドッスンに潰されたマリオとかした。まあすぐそこなんで気にもしないんですけど。アグレッシブ幼女また行くよ。むしろ回避して裏回ろうとするよ次。ほいやほいや。何その動き。ちょっと待って、今のは納得いかないってか、なんで死んだの。ごめん、ちょっと意味わかんないっす。さすがにさっきのは意味わかんないっす。あ、お前そこにワープ。おい、住んでんじゃねえか。どうやらこっちは行く道じゃないようですね。こっちも行く道じゃないみたいですね。あー、ダメだ、ガバガバ当たり判定じゃない。こっちから下行けるか。おお、これなんだこれ。よくわからない字が出たね。諦めない幼女的なトロフィーかな。
おいで、はいおいで、はい、幼女ダッシュ、これが幼女ダッシュ。あけらかーん、恐竜惑星はやめろ。ふう、地図地図、はてな、これか、あ、隠れるところ。何、あ、青い狛犬を拾った、これ使うんじゃない。怖い、これを今のあそこに持っていくんじゃないかな。よいしょ、ああ、コマちゃんじゃないのが、ほら、コマさんずら、コマさんじゃない犬がいたね。あんま可愛くない。あいっ、あー、やめて、消えた、やべやべやべ、バーカバーカ、これか、こんなところにいる落書きが、不気味な顔が描かれている。2カ所で同じ落書きを見つけ、ん？いや、見つけてないよ。初めて見たよ。なんでそんな嘘つくの？そこ通れなかったとこだ。誰かのメモ、子供っぽい字が書かれている。町のあちらこちらにある変な顔の落書きは10箇所あるけど探さないように。あー、じゃあやっぱ1箇所見つけてたのか。あっ、セーブポイント、ヤッホー、セーブポイント、ほんと安心する。じゃあちょっと狛犬のとこ行ってみようか。ワープ、コマさんのとこ行ってみよう。コマさんのとこ、はぁ、おう、どうす、お前は来んじゃねえ、かい、かい、ハウス、ハウス、カラスがびっくりしたわ。トリートメントはしているのか。あれ、こっちだっけ、違うな、もっと左だな。よし、ここの上か。と、青い子マイヌだ、小さなくぼみがある。はめてみる？はめるー。これだろ？青い狛犬をくぼみにはめた。え？なんの意味もないよね。なんもねえのかよ。探索ゲームとして あってはならない事態やね、これ。何かしらのアクションちょうだい。抜けた、抜けたぜ。バーゲーム、あ、怒った怒った。よし、ぶっ、ああ、裏回ってやったぜ。こう裏回りってやつ、ね、後ろから封じしたい放題だ。
なんか出てた、うん、そこじゃねえ、ブジリ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 、はてなはてなはてな、あ、まだあるのか、そういうことか、風鈴、おばちゃんちでよく見るガラチの風鈴、チリンチリン、なるほど、赤狛犬、両方とも完成させなきゃダメなんだな、そういうことか、オッケー、見つけてくるよ、赤ちゃん、赤ちゃん見つけてくる、赤コマちゃん見つけてくる、おー、いっぱいいる、見てろ、ママじゃねえよ、幼女だよ、あなたたちを産んだ覚えはありません、はてなはてな、隠れれるところだ、よし、新しいところに来た、め入れれる、違う違うのか、受粉玉拾ってるだけか、何これ、カラーコーンが4本も立っている、いい、何を怖がっているんだい、はてな、はてな出てる、紙飛行機いっぱいになっちゃった、多分ね、紙飛行機に釣られるお化けがいるんだと思うんだけど、まあ何かは死亡フラグだよね、行くけどな、石かよ、ワンワンも来たくれ、あ、お前か、食べさせるんじゃねえの、違うの、よー、お化けたちいっぱいいる、帰ってきた、はあ、よしよし、セーブセーブ、あっちの裏のコマちゃんのとこの前がないんだよ、でももうここの章はどうやら探索完了したっぽいよね、あとは図書館だ、あとボス戦だけだろう、それが下なんだけど道ないんだよね、どっから行くの、はてな出たよ今、あー、そこかよ、お地蔵さんのとこのはてな、押せないしな、こっちじゃないんだ、 500m って長っ、ばっか、え、どこから行くの、おかしいな、道が分からなくなってしまったぞ、もう一つのコマちゃんを復活させないとダメなのかな、おっと、ワン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 、デスルーラーさして、おい待ってよワンワン、ふぅ、もっと左か、ほら、なんで食べさせられないの、あー難しい、ダメです、10円かよ、あらぶるあらぶる、どっから図書館に行くんだよ、おい、ゴミ袋の罠はやめて、今ハテナ出た、ワンワン来た、いけないな、やっぱあれか、狛犬の赤い狛犬どっかで見つけなきゃいけないんだろうけど、俺割と全部巡ってるよね、荒ぶってる荒ぶってる、早っ、
図書館に行くには狛犬による封印を解かねばならん的な感じなんだろうね。あった。閉館、え？びっくりした。右下が図書館じゃねえんだ。ここじゃん、図書館。私のマップが邪魔で図書館の位置が分かってなかっただけか。すぐそこじゃん。じゃあどっかから入れるんじゃん。張り紙が貼ってある。修理中、近づかないように。あ、な、これフラグじゃねえか。じゃあこれで上乗って越えるんじゃねえ、これ。おい、ここだろ？あ、穴っぽいある、穴っぽいのある。こういうことね。はいはい。やった、たどり着いた。ゆいちゃん。でも逆に言うとあれだよね。あの、赤コマちゃんが分かってないから。だってマップ分かりにくいって、右下が図書館だと思っちゃったじゃん。ここかよ、図書館。はてな、はてな、はてな。鍵がかかっている。まあ、そらそうですよね。うん、分かってるよ。別の入り口ないかなって。まあ、あるんですよ。ないとゲームになんねえから。お、キャタツだ。え、2階から入んのかな、じゃあ。この幼女やるぞ。キャタツを運んでやがる。どっかないかな。ここかな、窓開いてない、ほら閉め忘れかな、窓が開いてる。幼女パワーメイクアップ。お、ちゃんと合わさった。やったぜ。窓から入る。うん、